こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは粒カリーです。このカレーは北海道のお弁当屋さんが十勝の粒で美味しく作ったカレーと書いてあります。北海道のお弁当屋さんベントスが美味しいカレーに仕上げましたと。粒、まあ、私たちは普通粒貝と呼ぶ、貝のことだと思うんですけど、十勝広尾さんの粒を、使用しているということで、太平洋と日高山脈という豊かな自然に囲まれている広尾町、広尾町、この町で水揚げされる粒は身が柔らかで出汁も良質とパッケージに記載があります。海の幸のカレーということで、このシリーズでは何度も申し上げてるんですけど、海の幸の嫌な臭みというか、例えば生臭さのようなものが、カレーのソースに染み渡ってないことを、今回食べるにあたって祈っています。全てがそうだと、海の幸の具材のカレーが全てがそうだとは言わないんですけど、そういうふうに感じるレトルトカレーがとても多いもんですから、今日のこのカレーについては、美味しいカレーであってほしいと、願いながら今から食べてみたいと思います。粒カリーです。大きな粒が入っていて、磯の香りが漂ってきます。ではいただきます。食べる前に心配していた魚介類の臭みというか生臭さは、カレーソースからはあまり感じません。その代わりとても強めの甘みを感じるんですけど、パッケージを見ると、フルーツチャツネ、トマトケチャップ、玉ねぎソテー、どうやらこのあたりがその甘みの原因のようなんですけど、全体的な味わいがとても個性的だと思います。それでは粒を食べてみます。歯ごたえに弾力があって、しっかりとしたその粒自身の味わいを感じることができます。半分以上食べ進めたんですけど、やはり全体的には少し個性のある味わいだというしかないというか、何かこうあまり他のレトルトカレーでは感じない、風味を感じます。これが一体何なのか、先ほど言った甘みだけではなくて、もしかするとこれが粒の風味の一部なのかもしれません。とにかくとても個性的な味わいです。
ごちそうさまでした。うまくお伝えすることができなくて悔しいんですけど、この個性的な味わいの、表現が難しいです。決してとても食べづらいというわけではありません。あまり他のカレーでは味わったことのない何かが、このカレーを食べることで感じ取ることができます。この動画シリーズ何度か申し上げてるんですけど、このカレーは十勝の、十勝広尾町の、ご当地カレーということで、やはりご当地カレーは個性があるべきだと思っていますから、今日のこのカレー、そういう見方で言うと十分満足できるカレーだったと思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。